ああ、こうなってんだ。おお、誰かいんじちょっとゃん。すでに入れちゃう。す でにいんじゃん。俺もヘッドホンつけてんだぞ、お前。怖いよ。じゃあ、見ないふりしても無理じゃん。いなくなっちゃったんじゃない？いなくなっちゃった？じゃあ、いるよ。もういるよ、あいつ。ちょっとあいつは無視、無視。早く無視して、あいオプションもあるよ、オプション。オプションあ、ごめん。始めちゃった。早くし始めろって言うから。でもうすでになんか、おお、クライマックスやな、これ。あ、実写なの？そう、実写実写。マロ、終わり。ガリッカリガリッカリ言うよ。終わりです。全然怖くないよ、ガリッカリガリッカリって。どこ見てんの？なんか、もうちょっと、ちゃんと画面を映してよ。え、だってこうな、だってこうじゃないと合わないんだもん。なんかすでに曇ってるし。ムービーの鑑賞会の途中まで。なあ。なった？うん。ここまで本当にムービー見るだけやな。やめて。ペロペロしてくる犬が。全然怖くないじゃん。もう怖い。マジで。ちょっとゆっくり振り返っただけじゃん。あ、すごい。すごい。身長でかくない？私。なんか操作したりするわけじゃない。もう見るだけやね。あ、そうなんだ。うん。なんでポーズしてんのよ。ね、うわーってきちゃうけ？やだー。それはちょっとやだな。そんなんだってびっくりしちゃうじゃん。おお、落ちてきた。あ、何？あ、そう、あそこ。痛い。痛い。痛い。あ、爪折れた。爪折れた。指さして壁に。爪折れた。嘘。好きバカだよ。やめて、バカは。バカはなし。ちょっと目の前に行っちゃう。ダメだよ、マル、それ。見えないものが私の匂いがいて。やだ。ちょっと待って。ちょっと怖い。丸が来た。怖い。ちょっと、邪魔しないで。なんか生温かいものが。おっ、あ、ちょっと、怖いよ。これちょっと音高くしてよ。何？鏡割れちゃったじゃん。高いのに、あのか鏡。あっき。え？なってる、なってる。あ、ほら、て。え？見えないよ、そっからじゃ。え？見えない？どうやったら見えんの？ほら、だって。下の方は見えないんだよ、そんな。違うよ、あのパソコンの隣だよ。遠いから分かんないよ。パソコンの隣に手あんじゃん。隣？手、隣。遠すぎて見えないよ。あれか。あ、いなくなってる。ちょっと怖い。やめろ。あまり周りを見るな。あまり。どうしたらいいの？だってこれ周り見ないと始まんなくない？そうなの？あ、ちょっと鏡にほら。何？あ、ちょっと、やばいやばいやばい。やばいやばい。あ、ちょっと、やばい。あ、いる。わー、びっくりしたよ、お前。もう終わり？いや、チャプター1が終わりなんじゃない？これで。あ、もう、まあ、もう終わり、チャプター1。びっくりしたよ、お前。あの後バーってなって。すまない、ミカ、今日は帰れないと思う。マジで。下に字幕出てんの、これ？うん、字幕出てる。あ、俺には見えない。あ、見えないのか。あ、まあ、出てる出てる。信じられるような内容じゃない。見切れてるけどね、こっち側からだったら。なんかすっげえでっけえわ、自分のか体が。お前には申し訳ない。ちょっとなんかでっかいスクリーンで見てるって感じで、あんまり臨場感じゃないわ。臨場感ないのこれ。なんか、なんだろう、自分のか形じゃない。でかすぎる。帰ったらゆっくり話す。もう起きるぞ。コントローラー離さないでよ。なんか使うんだよ、きっと。ミラーに自分映ってないのこれ。
自分は映ってないな。ミラーなんか映りそう。やだ。あれなんか来てるじゃん。見えないとこから手がお手すんなよ。なんかかもってほしいからお手してけよこいつ。おお誰。音ちっちゃい。でかくするした方がいい。前の奥さんのことでいろいろあったことも分かってるし、まだ奥さんのこと気になってるのも分かってますから。女の人ずいぶんふわふわする。でもお前の方にふわふわしたお姉さんがいればゆうちゃんも含めて家族になりたいなって思って。あ、首がこんなところに。こう、こうか、こう。私は今すぐじゃなくて大丈夫ですから。座ってから臨場感じゃん。考えてみてください。うん、座って臨場感はある。ちゃんと自分の手とかもあるよ。ここにある。見えない、下向いてる。あ、本当だ。今の見方は全く違う顔。この頃の感情はどこまでが本当だったのだろう。英語の字幕が出るんだから、まあ海外の配信し、海外の全く同じものが配信されてるのかなこれ。うん、トヨタだよ、トヨタ。ほら、わかる？トヨタだよ。隣の人はいる？トヨタのエンブレム。隣の人いないよ。ん？あ、ちょっと。ん？ん？声した。ちょっと。やばいやばいやばい。なんだ、なんの声だこれ。あ、やめて。お、おー、ムービーか。唐突の入るな。あ、急に。え、なんでこんなずれた位置にあんの？困ったな。罰押しっぱで。罰押しっぱ何にもなんないよ。スタートじゃないの？ あ、スタートしっぱか。あれ？何もなんねえ。曇る。なんで夜来るんだよ。夜になっちゃったの。わあ、もう怖い。やめてください、もう。もうすでに怖い。なんでこんなとこで立ち止まるの？ちょっと、なんだあれ。え？何もなかったよ。何もないの、あれ。あれ、なんなんだ？木か、あれ。木だよ、ただの。おぉ、ちょっとやめろ、お前。そいつを見んじゃない。あ、なに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 。暗くなっちゃった。ちょっとなんかガサガサしてる。ガサガサしてる。なんでプレイしてる私よりもドキドキしてんの？わあ、なんでまた明るくなったんだよ、急に。あっちの方に行ったってこと？あ、いた。あ、ちょっといるじゃないかよ。今度は右？右に行ってんのか、これは。多分。そいつに導かれて。ちょっと、うう言ってるよ。わあ、もう怖い。音ちっちゃくしてくれ。発展してよ、もう。怖いよ、これ。ああ、じゃあいる。なんか変な手してんな。手不自然。あれ。うん。いや、わかんねえ。変な手してんだ。うわ、近くなった。超怖い怖い怖い。うん、パッと現れてる。ああ、いる。しばらくこれ？ほんとだな。すげえ尺稼いでくんの。何回やらせんの。あ、いた。遠いな、遠いな今回。
ついてったってこと？多分。あ、なんだ、どうしたスマホだ。これも本当に鑑賞会なんだ、ここは。うん、スマホじゃないか。スクリーンが目の前にあるっていう。うん、ん、死体埋めたんじゃないの、うん、この人は。そうだ、前から思ってたけど、前の奥さんの死体じゃんじゃない。ごめんな、寂しかっただろ。おお、毒だ。おお、骸骨かそれ。うん、もっと下向いて。遅かったな。あ、それか。結構これが限界だよ。うん、まあいいよ、それで。いいよ、別にその。ちょっとなんか来てる。なんか来てるじゃないですか。おお、誰おお、でかっ。え、なんか持ってる。ちょっと。うわあ、ちょっと。恨んでるじゃないか。実体があったよ、ちょっと。どうしたあ、ついて書いてる。あ、これあれ、ミカ。うん、さっきのやつだ。ついてきてたのか、お前。やべ、どうすんの、こっから。捕まっちゃったよ。どうするの。ちょ、暗い、怖い。あ、ちょっと、じゃ正面にいただろ、お前。ちょっと、あ、やめてください。ちょっと、なんか近づいてないのに触られるんだけど。ちょっと、なに、こいつは何なんだ、こいつは。唐突の助っ人。なにこれ。あ、ちょっと動かない。逃げちゃったのかよ。うん、お、分岐はどこだったんだろうな。なんか私はどうすればよかったのだろう。分岐あったの？二つあるんだって、エンディングは。あ、あれは本当に優だったのだろうか。なんだこのパソコン。私の像よく字見える？幻だったのだ。うん、読めない。行方不明の女子児童、相続目当てに妻が殺害。ああ、なるほどね。だとすれば私は、ミカと同じようにそのすげえおしゃれな家じゃん。一人暮らしとは思えないぐらいおしゃれだぞ。あ、どうした？おお、ちょっと、助けてください。許してください。自分？自分が映ってるぞ。あ、手だ。え、やだ、やだ、助けてくれ。助けてくれ。おお。ちょんちょんってすればいいの。やだ、闇。すいませんでした。これ、ゆうさん？もう早いよ、お前。なんて言ってんの？なんて言ってんの？そこにいたのか。
もこうしてみると眠れぬ魂っていうのはめっちゃド直球のタイトルだな。うん。分岐どこにあったんだ。どこで分岐できたんだ。全然わからん。あそこで助けることができたのかな。かなり長かったけど。そんな長いもんじゃなかったな、やっぱ。そうだね。なんでホラーって全部なんか白い服で、髪は黒で、なんか長い髪なんだろう。あ、そうなんだ。わかりました。はい、なんでしょう。右に女の子出てくるじゃん。操られて自殺しちゃうとき。ん？操られて。うん。自殺するシーンがあるじゃん。あ、うん、あの人が、うん、あの時、うん、右に女の子 いるじゃん。いたね。あれを見続けるともう一個だって。あ、そうなんだ。やってみる。うん、やってもいいよ。影山歩美って人がいる。あ、見た？うん、いた。影山さんだった。うん、怖いよ、これ。後にこういうゲームがどんどん出てくのか。その方がいいな。見続けて臨場感あるのってホラーぐらいじゃないんだって。オーソドックスすぎるストーリーは短いからもしゃあないけど。そうだな。オーソドックスすぎて B 級っぽいな。うん。80% コンプリート。もうチャプター選べるよ。3から3からかな、やっぱり3からだろ。で、2つしか分岐ないんでしょ。そう。あ、テレビだとちょっとずれて見えてんの。お前ずれて見てる。という意味で？なんか画面斜めってるってこと？いや、画面を中心に捉えてないっていうか、なんかずれてんなっていうか。ん？テレビどこにある？お前テレビこっちだから。お前の正面がずれてんね。こうだよ。こうか。あ、そんで耳続けんだよ。いつから出てんの？いつから出てんの？急に出てきたよ、あいつ。ずっと見てみよう。あの、操られてる時にあいつが、あ、出た。あ、出てきた。ほんとは急に出てくるんだなって。で、この時右を見続ける。女の子じゃん。何の服着てんの、それ。いや、普通のさっきの制服みたいな。だ、右を見続けんの。いなくなっちゃうってことな、こいつが。何これ。動かない。あ、ん？もういいんだ。もういいんだよ。
まあそれは恨んでるよね。あ、落とした。助かったこいつ。あ、さっきの SD カード。あ、これが U さん生前のお姿。遺産と保険金合わせると7億くらいかな。すっげえ。はい、ゆっくりやります。ああ、そのシーンか、うん、問題のシーン。うん、あの女の子は仕掛けたんだ。そうだな、まあ、これごと埋められちゃったんかな、やっぱ。うん、なぜか上に落ちてたけど。ユウは知っていたのだ、ミカが金目当てで私の命を狙っていたこと。うん、そしてユウは私に伝えようと必死だった。私が信じないであろうことも考え、彼女なりに証拠を集めていた。彼女はあの小さな体で私を守ろうとしたのだ。お、そこにいたのか。うん、最後は感動。ちょっと そこにいたのかっていうのがまた違う意味になってきてよかったね。ああ、じゃあとは。うん、そうだね。まあ15分ぐらいで1個分岐があるっていう。いいね、なんかこれロンチに出してほしかったよね。見やすくて。そうだね、うん、こういうのが VR なんだみたいなお手本だから、うん、そうだね。手軽にやりやすくていいと思います。まあ、これが1000円かな。なるほど、そんなもんかって感じだな。そうだね。まあちょっと YouTube の360度ムービーとか、うん、いっぱいあるからそれでもいいんじゃない。でも15分そこだけで1000円って言うのが高いって思う人は多いだろうな。まあ、ちょっと割高なんだよね、VR 系はやっぱ。まあ、もともと VR が大人のおもちゃだから、あんまり気にしないのかもしれんが、買う人は。普及すればいいんだけどね、別に。普及して。いや、だって5万だよ、それでも。正規のお値段で5万ですよ。いつも思うけど、こういう系って死ぬと喋れなくなるのかな。あーとかしか、うーとかしか言えなくなっちゃうじゃん。怖かったよ、これ。怖かった？振り向かなきゃいけないとか、そういうシーン嫌だろ、俺。最初はすごいホラーっぽくてよかったけど、あ、すごい、あの映画のホラーを体験してるみたいな感じでよかった。パリンってするやつ？なんかこうふっと見たらいなくなってるみたいなが良かった。怖かったよあれ。こう鏡見て、あ、鏡にいんじゃんと思って、え、そこにいんのと思ってパッと見て、いないじゃんと思ってパッと見たら鏡もいなくなってて、おおみたいな、あれすごいよかった。これが眠れる魂でした。どうも。え、なんだと？何？あ、なんか全部のあれアクションを見る。
アクションっていうかその、いろんなところに分岐があるってこと？いや分岐があるわけじゃなくて、なんかね、あ、なんかこう周りに動いたなってものをバババッと全部見るのか、うん、気づく。なるほど。じゃあとりあえず外すか。